はい、そうですね、まあ、相手有利メスやってくれって言われた時、まあ、正直マジかよっては思ったんですよ。本当に自分はキックボクシング時代海外遠征した時に75キロ級では一番トップの選手だったんで、まあ、リザーブという注目度の低いカードで、まあ、ところで、まあ、そうあんな強豪とやるところっていうのは、まあ、佐藤義弘らしいなと、はい、思いました。やっぱパンチは重かったですね、はい、パンチは重かったです。やっぱあとは体が頑丈ですね、はい、まあ、本当に、まあ、本当世界トップレベルの選手だなと、まあ、本当に痛感しました。はい、まあ、1ラウンドの1分半過ぎぐらいにもう聞いてる感じはしたんですけど、やっぱ根性ありましたね、はい、まあ、ああいうのはもう足で倒れないですね。もう本当にパンチで意識をそぎ取るしか、もう痛みで倒れるってことはないですね、あそこまでいっちゃうと、はい、だからもう延長はもうパンチで勝負かけたんですけど、はい、まあ、5% の確率で、まあ、一応残りましたね、はい、僕は本当にもう笑われちゃうかもしれないけど、僕は本当に諦めてないですから、はい、思い込みの激しい男なんで、まあ、自分で4月にチャンス逃して、まあ、こうやってチャンスもらったんでまだ諦めてないです。そうですね、木戸君ですね、はい、もうね、あの金髪を、ね、黒髪に変えてくらいショック受けさせるような巻き方させてやるって感じです、はい、あ、重かったです、重かったですね、はい、そうですね、まあ、あの顔で受けるっていうのがあの佐藤義弘流なんでまあでも今回ちょっといろんな練習取り入れてみて、あのちょっとステップ使う戦術もあの使ったんですね、はい、まあ、ちょっとは出ましたね、はい、まあ、やっぱこのルールで勝つには勝つためになら何でもやるっていうつもりです、はい、会長の下で、はい、メッセージですか、はい、あ、誰がですか、僕ですか、あ、はいはい、まあ、僕もやる気ですよ、はい、まあ、本戦によりも盛り上げて、もうそのまま僕が勝って本戦出ようと思ってます。木戸君には絶対に負けないです、はい、勝率ですか、僕も 100% は言わないようにしたんですね、あの 70-80% かなと、はい、もう 30% 不安で不安で仕方ないっていう気持ちでやっていこうと思ってます。